こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を暗示に筆で書いています。今日の言葉は効果名実実です。光り輝いて太陽のように明るい仏性が常に明るく輝いている様を表現したものです。これは観山師の詩の一節、世が家に一窟あり、窟中に一物なし、上潔にして空堂々、効果名実実とあり、この語によります。意味は、我が家に一つの洞窟があって、その中には何一つない、さっぱりとしてからりと開けているということです。テーマから効果名実実を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。